ちら見えてまいりました。コントロールラインから選手の姿が今もう確認できております。すごい速さです。さすがカテゴリー1、日本最上級、男子の最上級クラスとなります。カテゴリー1、素晴らしい走りを見せております。手元の時の周回5分台です。1周回5分台で選手が来ております。さあ、ここから走っていきますが、こちら江下健太郎選手の姿、その後ろしっかりとつけておりますのは、こちらは山川俊太郎選手です。山川俊太郎選手、そして続きまして伊沢和樹選手と続いております。続々と選手が今コントロールラインを通過、そして鈴木義信選手と続いて続々と選手がこちらコントロールライン前を通過しております。ほとんど選手切れ目がないですね。素晴らしい走りです。さすがカテゴリー1、最上級男子のカテゴリーの素晴らしい走りを皆様今ご覧いただいているところです。続々と選手が今コントロールライン前を通過しております。ユータボーダーだぞ、ボーダー、行け。ユータ、食らいつく。ファイト、ジョさん頑張れ、ジョさん頑張れ、ジョさん頑張れ、エイシャさん頑張れ、カーフつけよ、トレシーです、小山さん頑張れ、ショウさん頑張れ、頑張れ、頑張れ、ファイター、ショウさん頑張れ、ショウさん足が高感度してるんで、俺らのちょっと見えたけど、いけないことはなかった。もう完全に1回しかない方がいいんじゃない。
3番目、3番目、頑張れー、頑張れー、後ろ見よ、まだ山田さん、3番目、ゴーゴーゴー、これ3番目、どさがえ、はい。
十分他の選手にもチャンスはあります。残り5周回、まだまだトラマが上がっています。さあ現在、大田選手相変わらずトップを引いて、そしてこの後ぴったりくっつけるような形で篠田かなりの走りに注目したいところ、トップ2人、そしてその後続きまして続々と選手がこちら続いております。
が、今現在見た限りではまず1位2位の幸田選手、篠田選手の1位2位争いですね。そしてその後続きまして30秒か40秒ほど間が空きまして、次3位争いとなります。選手2人のですね攻防、こちらも注目したいところです。さあ、まもなく皆様のちょうど観客席の方から見えると思いますね。まず江下健太郎選手が、あれもしかしたら、あ、吉飛選手を、もしかしたら、離したのかな、ちょっと今現在、あ、離れた模様ですね。今、江下健太郎選手が3番手に浮上した模様、そして山川俊太郎選手、チームチェンジが少し遅れているのかもしれません。あ、違います？あ、すいません。山川選手と江下選手、そのまま、ランデブーで行っています。失礼しました。山川選手と江下選手、そのままランデブーで、なんと、3位争い、3位争いを続けております。先行しておりますが、山川選手、チーム、チェンジング、そして後を続きまして、江下選手となっています。こちらの3位争いの注目のところ、さあ、現在、コントロールラインが残り4周回が表示されています。さあ、こちらで確認できる限りでは、アイカルトップは郷田選手、トップは郷田選手、郷田正一選手が引いているものを、その後ぴったりつけるような形で篠田和明選手となっております。少し間を置きまして3位争いとなっております山川俊太郎選手、あとは江下健太郎選手、ダマーバー3位争いが展開されております。
先ほど少しばらついてきた雨もですね、なんとか最後まで落ち着いてくれる模様を見せております。さあカテゴリー1の熱い走りで雨も止まります。さあ残り1周回の鐘が現在コントロールラインで鳴らされております。さあトップ争い、そして3位争い、ますますわからなくなってまいりました。先日2月にですね行われたばかりのシクロクロス世界戦を見ているようです。さああの時にはネイスアルベルトとスピバルとのですねトップ争い、最後にネイスのミスによってスピバルが優勝を飾りましたが、今回こちらの茨城シクロクロスカテゴリー分けはどちらがトップになるか。太田真選手がトップを引いている。しかしその後ろピンタリくっつくように白田川崎選手、太田選手か白田選手か最後の最後まで分かりません。そしてなんとゴールはこちら、太田選手がトップ、太田選手が優勝、そしてその後白田選手がゴールという形になります。終始トップを守りまして、しかも後ろから白田選手が常に常に追いかけてくるような展開となりましたが、状況どうでしたか？その怪我の影響もあって、ちょっと今日は一定ペースだと思って、1ペースだと思って、白田君が指示に行ってたんで。